どうも、中田敦彦です。さあ、今日も早速参りましょう。エクストリーム現代社会。フリーメイソン編秘密結社よろしくお願いします。さあ、やって参りました。秘密結社って言いましたけども、本当に秘密結社なの一体何なのフリーメイソン、ザ、都市伝説っていうね、まあ、そういうイメージがあると思うんですよ。でも、今回それをですね、いたずらに煽る、あ、中田都市伝説系動画いっちゃったね。 直木き章さんを追いかけちゃってるね。関根さん、あ、関根さんや、関さんを追いかけ、関根さんやってないですね。関さんですね。関さん追いかけちゃってるね。そういうふうに思ったあなた。ご勘弁ください。今回ですね、都市伝説を私やるわけではなくて、都市伝説って本当なのというところを歴史的に、ちゃんと YouTube 大学的に正確に説明したらどうなるか。これをやりたいんですよ。さあ、それに役立つ本が見つかりました。こちら。 橋爪大三郎さんのフリーメイソン、秘密結社の社会学と書いてあるんですね。面白そうですよね。でもこの本はね、僕非常にいいなと思ったのが、いわゆるフリーメイソン本ってなるとですね、おどろおどろしいですね。世界を牛耳る闇の組織みたいなね、もう目がバーンみたいなね、そういう本が多い中で、非常に淡々と学術的に歴史的に書いてます。 なのでこれからねもちろん都市伝説って面白いんですよ私も都市伝説番組やってましたからでもそれをただただ恐れてずーっと震えながら生活したりあれもあいつのせいらしいあれもこいつのせいらしいって言われながらブルブル震えながら生きるのかそれともいやいやそこはこういう情報は合ってるけどここは違うよってそうやって分けてですね と生きれるのか。それはですね。やっぱり教養と知識。そこに関わってくるわけなんですね。なので、教養的に、歴史的にフリーメイスを見てみようその授業を始めましょうそういう話でございます。さあ、まず、成り立ちからなんですね。まず成り立ち、どのあたりからか。これ聞いたことある人多いと思います。実は中世の石区職人。いわゆる石を掘るですね。 建物とか石造りの建物、ヨーロッパ多いじゃないですか。その石造りの建物に装飾が行われてますよね。いわゆるゴシック建築というようなもですね。非常にこう、いろんな装飾が入った石をですね、こう積み上げて積み上げて作るという建築がありました。その時の石を削る職人さんたちの同業者集団だったと言われてます。へえーと。なんか、だいぶ違いますよね。 なんか裏で操る組織、三角の目バチーンみたいな、そういう関係と石掘ってる人繋がらなくないここなんですよ。面白いのが。実は中世のこういう同業者集団っていうのはたくさんあったんですね。つまり石工職人だけじゃなくて、いろんな職人さんたちで間を取り持つ同業者集団があった。なんで必要だったか。これはですね。同業者集団。いわゆる職人さん、さ職人さんたちはですね、まあ場所を こう、ね、またいで。じゃあ、今日の現場はあっち。今日の現場はあっち。現場が変わりますよね。だから、いつも同じグループで、えー、の、建物を作るっていうわけじゃなくて、そのプロジェクトごとにね、どこどこで仕事あるけど、石区職人あと3人いないか、行きますーなんて言って行くわけじゃないですか。ね。でも、信用の置けるやつなのどうなのっていうのをわかるために、組合を作っといてですね。あ お前はその、この同じグループのな、ちゃんと腕のある職人だな。あ分かった分かった。っていうことを、お証明する。ことで仕事がしやすくなるわけですよ。あ、お前どこどこのグループの誰だななって分かってたら、また、だから登録してあるような感じですよね。で、それが、ちゃんと、ほんおの、同じグループかそれとも潜って入ってきたなんかわけのわかんないやつじゃねえだろうな。金もらいた,かたいからっつって。っていうやつじゃないかを、証明するために、秘密の、 挨拶とか、合言葉とかを決めてたんですって。お、なんか秘密結社っぽい雰囲気出てきましたね。ええー。だから、お前ちゃんと俺たちと同じグループの石工職人だよなぁがわかる秘密の挨拶や合言葉を作ったりしていた。はい。もともとフリーメイソンの、このメイソンっていうのが石工っていう意味なんですよ。石職人、石彫り職人。じゃあフリーって何このフリーっていうのはあの、 自由なんですね。じゃあ何から自由かっていうと、いわゆる課税とか労役から自由。どういう意味かというと、特定の技術を保障されているので、市民と同等の権利を持ち、奴隷のような労役や私益をされない。召使いや奴隷じゃないよ。市民と同じ権限を持っているフリーな メイソンだぜ。ということなんです。おお、なるほど。だいぶ分かってきましたね。はい。俺たちは、ね、もう、れっきとした腕のある実績もあります。ただの石工じゃなくて、フリーな石工職人です。という、そういう名前がフリーメイソンなんですよ。ね。あ、そうなんですね、と。でも、それがどういうふうに変化していったのか。ここなんですね。はい。 これですね、もともとその同業集集団の中で、あとプラスのポイントで言うとね、その信用のポイントプラス、あと情報交換ね。はい。新しい情報入ってきますよね、グループに属してると。それプラス、結構建築のね、技術が発達してくるに入れて、幾何学とか、そういう学問的な、要するに建築とか幾何学とかをですね、ちゃんと勉強してないと、次の仕事の現場でいい仕事できないわけですね。ですからそういうですね、学問とかを教えてくれる、そういう情報とか、 学問とかの交換所にもなってたと。そういうところからですね、じわじわその性格が変わっていきます。それがバッチリ変わったのは18世紀頃なんですが、そこに行くまでにね、意識職人じゃなくてもその集団に入ってくるっていう人が徐々に増えていったわけですよ。ね。情報が集まるし、信用になるし、幾何学とかいろんな勉強ができるよ、みたいな感じで、 一宿だけだったところのグループに、じゃあ俺も、俺も、みたいな感じでですね、周辺の人たちが入ってくるわけですよ。ね。はい。ね。漫画研究会だったんですけど、アニメも、アニメが好きなんですけどいいですかみたいなね。アニメも漫画もよくわからないんですけど、ちょっと部室に遊びに来ていいですかみたいなね。いろんなやつが入ってきちゃうみたいなね。ね俺野球部辞めて居場所ないからここ居ていいみたいなね。だん,だん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 ね、こう輪が広がっていって、 こう、意識だけじゃないけど、まあ、関連の人なら入っていいよ。それが緩くなって、ふんわりとしたコミュニティになっていった。こういう同業者集団っていうのは、基本的にはフランスやドイツやイングランドで、いっぱいあったんですが、こういう同業者集団は、中世の、そういう文化が消えるとともに、ほとんどがなくなったんですよ。ほとんどがなくなった。だけど、このフリーメイソンは、そうやって色々増えてって、 全然、違う集団になっっていったんです、はい、だからそういう名残なんだよね。もともとはその中の一つだったんだけど、それがいろんな関連の人が入っていって違うものになっていった。じゃあ、はっきり言うと今何か。それは、友愛組織って言われてるんですよ。友愛組織怖いね。友愛、友愛。友情と愛情の組織怖いね。意味わかんないね。ちょっと言いやすくして。 親睦団体です。わかりやすすぎる。親睦団体はわかりやすすぎる。でも、シンプルに言うとそういうことなんですよ。同業集団だったところから、信用情報そして学問、そういったものが情報が入るよっていうコミュニティになっていって、そこに特化していったのが親睦団体としてのフリーメイソン。これが1717 17年にイギリスで グランドロッジっていうものを作った時から始まるんですって。なので、正直フリーメイソンっていうのはここから始まるんです。我々の知ってる、いわゆるフリーメイソンっていう組織はここから始まる。これ、それまでは、そうなるまで人がふんわり集まるルーツですよね。だから、中世から歴史はあるんじゃないんですよ。実は300年そこらの組織なんですよ。2020年。だから303年前に、 ようやく基礎ができたわけなんで、ここからが近代フリーメイソンの始まりだって言われるんですね。ああ、なるほど、なるほどと。じゃあそのグランドロッジって何ですかと。それが、この前、さっき言ってた同業者集団が集まってた場所のこと言うんですね。元のロッジっていうのが建設現場の近くに小屋を作って、そこに職人さんたち集まってた。それロッジなわけです。ね。 それの本部みたいなところで、ロッジの、その、えー、みんなが集まる場所、集会所、それがロッジ、それの本部、ロッジ本部、それがグランドロッジ、それを作って、フリーメイソン頑張ろうってやったの、これ1717 17年なんですね。そして1723年に、アンダーソンって人が、検証を作る。検証っていうのは、その、国家でいう憲法みたいな。この俺たちの組織のルール作ろうぜって言って作ったわけなんです。そうして始まっていった。 それが、えちょっと中田さん。全然違う組織の話してません私たちが知ってるのってもう都市伝説の主役的存在ですよバーンすべてを見通すね。うわーアメリカ日本を裏で牛耳る組織してるどうなってんのね落ち着いて。落ち着いて。ねなんでそうなってしまったの アメリカを作ったのがフリーメイソンだ。まずそういうことを言ってきます。都市伝説の人たちは。なんでか。それは、あの初代大統領、ワシントンがフリーメイソンだったからなんだ。おーい。ワシントンフリーメイソン。ええー、じゃあフリーメイソンの人たちが、何ど独立戦争を起こしたってことそうだよって言ってくるかもしれない。でもね、そういうことじゃないって、これ著者言うわけですよ。ただ、 ワシントンがフリーメイソンだったかどうかで言うと、フリーメイソンでした。それは本当なのよ。じゃ、マッカーサー、日本を統治したよね。戦争で日本負けました。アメリカ勝ちました。日本が、日本をね、その、GHQ、えー、GH Q ね、その、それもアメリカ軍がね、あの、主導した。あの、その、 ねジェネラルヘッドクォーターのそのトップだったあの真っ赤ーあいつがフリーメイソンだったんだよだから日本の統治にも全部フリーメイソンかかってるわけそういうことなの気づいてお願いアメリカ作ったのも日本の今のシステムを作ったのも全部フリーメイソンわかってっていうそういう論者いる真っ赤ーがフリーメイソンそれは本当 そう、本当なのよ。マッカーサーとワシントンがフリーメイソンに入ってたの、本当。でも、裏で牛耳ってるっていうのはちょっと違う。えだってさ、1ドル札。そうだよ、もう都市伝説といえばあの1ドル札よ。裏にさ、ピラミッド書いてあんじゃんなんであの頂点に目がバーンあるでしょ。あれフリーメイソンのマークなんでしょ。どうなんですそれはそう。だけど違うのよ。どういうこと フリーメイソンはもう語り尽くしましたね。本当にやばいのがイルミナティ。そういう話もあるよね。そういう話もあるよね。イルミナティは確かにフリーメイソンに関係する組織です。でも、本当にやばいわけではない。さあどうなってるさあどうなってるここを説明させていただきたいと思います。そもそもですね、フリーメイソンがこんなにですね、 陰謀論の大主役になってるのは、実はこの著書によるとですね、日本だけなんですよ。ヨーロッパで日本と同じようなフリーメイソンの陰謀論っていうのは、ここまで盛り上がっておりません。なんで日本人にだけやたらとフリーメイソンとか、イルミナティが受けるのか。そのあたりの説明もさせていただきます。面白いですよ。 フリーメイソンってのは何なのか確かに変なんですよ。ね。石区の同業団体から、その石区の同業が抜けて、親睦団体になったんだろその親睦団体がなんでそんな噂になっていくんだよなんでそんな人間が増えんのだって今300万から1000万人も会員がいるって言われてるんですよ。いや、その間の幅広。300から1000の間広。900から1000であれ。せめてな。300から1000。 なぜか、この特徴の最もですね、大きいところに、秘密主義だからってのがあるんですよ。中のものをですね、外に出してはいけないという、秘密主義なんですね。えー、だからじゃーん。秘密なんじゃ、親睦団体嘘じゃん。秘密なんでしょう全部秘密にしてるんでしょうだってさ、合言葉とかさ、握手の仕方から始まって全部秘密なんでしょう秘密結社じゃん。で、ここで、じゃあ、本当に秘密結社かっていうと、 そうではないんです。どういうことか。秘密結社というのは、ある政治的目的があって、その目的のためにですね、その活動を知られないようにしている組織なわけですよ。なので、誰がいるのか、そういった名簿とか残しません。本当の秘密結社っていうのは、ね、その組織内でもほとんど偽名を使い、 どのポストに誰がいるのか、本部がどこにあるのか、そういうことすらも分からせないようにするのが秘密結社です。なぜなら、やばい活動を行う。反政治的、反政府的な活動を行うので、狙われて逮捕されたり潰されたり嫌だから秘密なんです。フリーメイソンのグランドロッジ、東京港区にあります。検索したら出てきます。おかしいでしょ グランドロッジがネットで検索して出てくるんですよ。というか、やりすぎ都市伝説で、関さんが何度もロケでカメラ入れてます。グランドロッジ。どういうことその時、スタジオに俺いました。ひなだに。関さん、グランドロッジ行ってるわ。その時、MC のね、東野さんとか今田さんとかが、<laughs> おい、関、危ないやん大丈夫なんかお前、どういうことややりすぎ都市伝説。 本当にやばい今回攻めましたって関さん言ってたけど、いや、入れるんですよ。あの、この著者も入ってます。いや、グランドロッジって場所も明らかにしてるし、誰がそのロッジのマスターなのか。それね、ポジションがあるんですよ。それも名前出てます。どうして実はね、 このフリーメイソンの秘密っていうのは秘密のための秘密だからなんです。どういうことつまり秘密めかした雰囲気を演出している集団なんです。ほーっと。それによって内部の士気を高めたりしてきてるわけです。儀式があるんですね。そう。 儀礼。最も秘密にされてるので、謎だと言われてるのがこの儀礼です。儀礼って何なんか怪しいことやって。宗教じゃん。宗教なんだ、なんかその、キリスト教は知ってるけど、そじゃ裏のなんか、裏のなんかの,の,んかの宗教、なんでしょう。違います。落ち着いてください。とにかく落ち着いてください。コメント欄まだ書き込まないで大丈夫だから。落ち着いて。全部見てから、なるほどねって言って、一お茶飲んでからコメント欄書き込んでもいいぐらい。 それぐらい。ね。この儀礼っていうのはですね、主にですね、このフリーメイスに入るときの参入儀礼なんですよ。へーと。これが主にキリスト教の儀式と違うと言われています。キリスト教の儀式っていうのは、主に救済の代理活動らしいんですね。要するに、イエス・キリストがみんなを救う。その代わりに、その手続きを教会が行うと。 いうことが主に行われるので、救済のための儀式っていうのは主にある。だけど、そういうものはないんですね。救済を目的にしてないんで。単純に、入る時の儀式があるわけですよ。その儀式がまあ、不思議なんですけどね。うやうやしいんですよ。待ち合い室に待たされてですね。係の人に呼ばれるんですね。中田さんどうぞ。あ、僕、はい。じゃあちょっとまずはですね。目隠しをしていきます。目隠し。目隠し。 目隠してですね連れ立ってですね案内人に連れ立たれてドンドンドンってその儀式の部屋に入るんですねそれでぐるーっと部屋を回りながらですね何がしかをして何がしかをしてその後ですねこうですねひざまずいてであーだこうだ先生誓いの先生をするんですねで誓いの先生をしてはい秘密は守りますって言ったらですねその目隠しを取ってですねそのリーダーがいるんですね 儀式のであなたもフリーメイソンの一員です。まあざっくり言うとそういう感じです。目隠しする部屋入るぐるっと回る誓いを立てる目隠し外す認められるこれが儀式なんですよ。シンプルでしょね。だけどこの儀式っていうものを秘密にしているんですね。そのことによってなんかすごい組織っぽいっていうのがこれ大事なんですよ。 これがフリーメイソンの、いわゆる演出なんですね。はい。ポイントカード出しておきますんで、あ、会員カードできました。誰々さんってプラスチックのですね、この、は、はいこういうカードのレ、あ、なんか、レンタルビデオみたいなそ、それで、あ、フリーメイソン入れました、ね。っていうのは、全部盛り上がらないわけですよ。ね。目を隠すと。ここ歩く。誓う。これが大事。ね。で、しかもですね、これが実は作られた、 三入儀礼なんですね。実はですね、その目をかく、目隠しを外したときにですね、ソロモンの神殿とかのモチーフにしたマークとかがいっぱいあるですね、板を見るわけですね。これどういう意味か実はですね、ソロモンの神殿、これ世界史とか宗教の歴史であったんですが、ソロモンの神殿が出てくるのは旧約聖書です。つまりキリスト教より前。ここがポイントなんですよ。 実は、このフリーメイソンは、キリスト教にある意味対抗するような形。キリスト教が作ってきたコミュニティを保管する意味で作られた組織なので、キリスト教より前からルーツがありますからってことを、この1723年、アンダーソン検証の、検証の時に作った組織なんです。その時にソロモンの神殿とかのモチーフを採用するようにしてるんですよ。なので、 いろんな説っていうのをフリーメイソン内で作ってきたんですが、それも演出なんです。すべては1723年、1700年代にキリスト教より前からのものであるよというヒストリーを演出している儀式なんです。なので、教会との大きな違いは、一つには救済のための宗教活動ではなくて、あくまでも会員が入る時の通過儀礼。 そしてもう一つは、教会のように文化が積み上がってきたものではなくて、1700年代に作られた、キリスト教よりに古く見せた演出の儀式ということが明らかになるわけです。ほー。なんか不思議ですよね。どういう意味があるのか、それも後々明らかになるので聞いていってください。そして特徴の三つ目、階級があるんです。ねえ。マスターとか、なんとかとか、なんとかってあるんですね。 主には三階級です。もともとは二階級だったんですよ。英語で言うとややこしいんで、簡単に言うと、弟子とですね、僧領っていう <laughs>、いわゆる、萎縮の状態ですね。だから、新入りと、リーダーっていう、その二つだったんです。それが、ロッジのリーダー、グランドロッジのリーダーみたいな感じで、階級がだんだん増えてった。そういう階級性。ただ、あ、じゃあ何すっごい偉い人がいて、 最終的にはビッシーとピラミッドになって、強皇みたいな人がいるってこと違うんです。実はですね、もうちょっと緩くて、選挙があって人気がある。さらにはどちらかというと入っていってからの、えー、順送り。年次での順送り。そんなに激烈な競争がないんです。だから軍隊や会社とも全然違う。能力によってあいつはずグランドマスターになったみたいなね。ロッジのマスターになってるみたいなね。そういう、そういうことではない。 選挙、あくまで選挙に親睦団体なんですよ。しかも、トップがいない。ここは大事。文献的なんです。中心がないんです。実はですね、そのロッジっていうのとグランドロッジってあって、ね、グランドロッジって本部ですよね。グランドロッジってアメリカで言うと、州ごとにあるんです。で、州の中でグランドロッジ本部があって、ロッジっていうのはですね、許可を取ればどんどんポコポコ作れるんです。なので、 フリーメーソン総本部みたいなのがあって、アメリカ支部は作ろうとかってね。あとは、イギリスに2つとかですね。誰かね、すごいとんでもないこんなやつがですね、こうやってね、イギリスに2つとか言ってるわけじゃないんですよ。作っていいですかって言ったら、じゃあアメリカで作るんだったら、そこのアメリカの何々州の中だったら、何々州のグランドロッジに許可取って、オッケーだったらいいよ。みたいな。非常に文献的なんですね。だから、ここがカトリック教会と大きく違うんです。ここポイントなんです。 教会と全然違う作り方をしている組織だっていうことに実はアイデンティティがあるんですよ。フリーメイソンは。ね。文献的で中心がないんです。カトリックってもう教皇を絶対の中心としてますよね。なんとかなんとか何、なん、なんみたいなやつが、奴がって言っちゃうとすごい怒られるけど、あの、人がね。なんとかなんとかなんせ、グレゴリオスなんとかなんとかなんとかなんみたいなのが開いて、その人が基本的に人事とか、 財務とかの最終決定権を持ってるっていう絶対権力者がいて、だから免罪符を作るみたいなね。そういうピラミッド組織なんです。で、役職とか、叙任権とか、それを皇帝と争ったのが強行でしたよね。強皇っていうのは人事権とですね、そのお金の振り分けと強烈なんですね。ワントップ体制なんですよ。独裁体制なんですね。ところがこれがないんです。だから、き基本的に陰謀論に、 構造的に向いてないんです。政治目的を持っておらず、しかも信仰心を問わないんです。つまり、何教の人でも入れるんですよ。キリスト教でも、ユダヤ教でも、イスラム教でも、仏教でも入れる。日本人でも入れてしまう。それがフリーメイソン。そうなんですよ。信仰を問わなくて、政治目的がなくて、トップがいない。 世界を牛耳るっていうことと全く不向き。ええー、そうなんだと。そういう組織なんですが、この秘密と儀礼の演出によって、とても謎めいている。ということがポイントなんです。はい。なぜこれがそんなに増えたのか。アメリカで。ヨーロッパで。 ここなんです。結論行きましょう。早いですね。中何やってるかわかんない。ね。中独特の文化があって、でも大事なのは他者と出会えて広く学べるっていうこと。いや、あれ、陰謀だぜ。言うかもしれないわけですよ。西野昭宏やばくないサロンの人間こんな集めて何かやってるらしいけ